北大学のこの、まあ、ま、床版開閉式目標って、ま、どういうものかというと、まあ、ちょっと最初にイメージを見ていただいた方がいいと思うんですけども、まあ、あの目標なんですが、要はですね、この人が歩くところですね、床版部分をこう持ち上げて固定できるようにしていると。で要は、冬の間、ここまあ、雪を落とす構造と、まあ、そういうあの橋ということになります。で これはですね、まあ今、あの共同研究で、まあ開発してるんですが、あのまあ、秋田大学は、まあ私と、まあ私のところの博士の学生ですね、及川さんという博士の学生と、あと、まあ、あの、秋田県立大学にあ、あの、木材行動、あの、加工研究所、まあ木材の研究所があるんですが、まあそこで、まあ木材とか扱ってる野田先生ですね、野田先生と、あと、まあ、ウッディさん内という、まあこれもあ、 秋田県の横手のまあ会社木、木材を扱う会社なんですけども、まあ、いろいろ、何ですか、こう、工夫を凝らした木材製品ですね。あの、分解できる木の塀とか、そういうのを、あの、ま、作ってたりする会社の森岡さんという方と、まあ、この辺で、ま、共同研究しながら、あの、何ですかね、大川さんのアイデアをこう実現するためにいろいろ試行錯誤して、まあ、あの、プロトタイプを、あの、いろいろ、あの、改良しているという、まあ、そういう状況ですよね。それでですね、 あの、まずその、まあ、目標というのは、割とその、あの、山間部、まあ山の中の登山道とかそういうところで、あの、目標をかけたいというニーズが、まあ、それなりにあるんですね。で、あの、まあ、要は、まあ自然景観に馴染むということで、なんですが、その秋田とか、まあ東北の方の、 まあ、山間部っていうのは非常にこう雪が多い、まあ、豪雪地帯なので、あのー、要は雪の過重っていうのが非常に大きな問題になります。で、実際雪のせいで橋が落ちたりということも、そういうことも、まあ、時々起きるんですね。で、 あの、例えば、まあ、これ、まあ、ここにあるの、これ、ま、秋田県森吉山っていうところの登山道、これも実は我々が、あの、かけたタイプの、あの、別のタイプの橋なんですが、あのですね、例えば、あの、実際の積雪量が、まあ、2メートルぐらいだったとしてもですね、その、雪というのは、こう、橋の周りにぐるっとこう、まとわりつくように、こう、くっついていくので、こう、福音の外にもはみ出して雪がこう、 こう全体に下側にもこう張り付くと、そういう、あの、くっつき方をしますので、あの、例えば橋の設計でこう、福音あたりの荷重とかっていう風な設計の仕方をした場合は、その、実際の積雪が、まあ、1メーターとか2メーターでも、あの、まあ、雪荷重としては3メーターとか4メーターとかを想定しないと、あの、十分じゃなかったりとか、そういうことが起きます。で、なので、まあ、雪の荷重っていうのは非常にその、なんですかね、目標にとっては、 あの、非常に大きな課題というか問題になります。それでですね、これ、あの、まあ、あの、まあ、10年ぐらい前に、まあ、これもですね、まあ、まあ、我々っていうか、その、秋田大学と、まあ、秋田県立大学、まあ、当時は、まあ、あの、木材研究所に佐々木先生という方がいたんですが、まあ、その辺の方々と、 あと、まあ、日本機械工業という、これも秋田のまあ会社ですが、まあ、その辺のところは共同研究で開発した橋があるんです。で、これはですね、そういう大きな雪荷重にまあ対抗するために、その、 まあ、後半とかを使ってですね、まあ、風通しように穴を開けて、まあ、横から PC 工房、要は工房でぎゅって締めて、なんてですね、まあ、プレストレスというので、まあ、横からぎゅっとこう締めて、こう、箱げたみたいなものを作る。で、それで合成を高めるみたいな橋をまあ開発したんですけども、あの、なんていうかね、これ、例えば、あの、歩道、まあ、本来、その人が通る歩道橋っていうのは、あの、まあ、せいぜい、まあ、平米あたりはあの、 まあ 350kg 重とか、まあそれくらいの、あの、荷重で本来はいいんですが、あの、例えば積雪3メートルの雪荷重を想定すると、平米あたり1トンとか、そういう荷重を考えなくちゃいけなくなるんですね。で、平米あたり1トンとか、そういう荷重っていうのは、まあ、要は車に対する、まあ、車道橋とかに対する荷重ぐらい、荷重みたいなものなわけですよね。で、 その冬場の雪荷重、雪のために、そんな、こう、剛性の高い橋を作るっていうのは、まあ、ちょっとその、オーバースペックなんじゃないかと、まあ、そういうふうに考えたわけです。で、まあこれ、あの、我々その、10年前に開発したこの橋はこの橋で、これは剛性が高が高くて、まあ合理的な橋ではあると思うんです。で、まあ実際あの、車道橋としても、まあ。 あの、かけられた実績はあるんですけど、まあ、シャドウ教としては、まあもちろんそれでいいと思いますし、あの、雪に対して抵抗するのを、まあもちろん、その、 合成をすごく高くして雪に抵抗するっていうのも考え方としては、まあ、これはあり、ありで、これはこれで合理的な構造かなとは思うんです。で、まあ、これもちなみに、あの、まあ、特許は取ってて、今はまあ、権利放棄して、まあ、誰でも使える技術にはなっていますけども、まあ、これはこれでありはありなんですが、ちょっとだから、その、なんていうんですかね、冬場の雪のためだけに、あの、合成を高めるっていうのは、ちょっとあ、あまりエレガントじゃないんじゃないかということで、 で、まあそこでこういう冬場の雪を落とす、その開閉の、要は、あの冬場はこう、なん,ていうんですかね、あの、昇番を持ち上げる構造というのを考えた。で、もちろんその、目標の場合ですね、雪荷重が非常に、まあ致命的なので、その冬場は昇番をこう取り外しておくっていう、そういう運用もあることはあるんです。ただ、あの、昇番をこう外すっていうのはあの結構、 まあ大変、あの、なかなか作業としては大変で、で、外した商板を、まあどっかに保管したりとかしなくちゃいけないわけですね。で、あの、で、雪時計が来て、ね、で、春にまた商板を戻す作業が必要だと。それはなかなか大変なので、あの、まあひ、例えばそれを一人の人間が、あの、冬になる前に、まあ、あの、まあ、要は橋の、まあ反対側まで歩いていって、こう一枚ずつひ、 こう上げて固定できると。一人の人間がこれ持ち上げて固定して持ち上げて固定して、こう戻ってくると。そういうふうなことができる、まあ構造を開発したということですね。で、あのー、冬の間、雪を落として、で、あのー、まあ春になったらば、また管理者が、あのー、まあ手前から一枚ずつ降下ろして、一 <laughs> 枚ずつ下ろしてって、あのー、まあ人が通れる状態にすると。まあそういう橋ということですね。で、ね、構造としてはですね、まあ、 あの、まあ、目標の場合はですね、あの、やっぱり、あの、雪とか雨とか、その、こう、水に濡れると、ま、腐りやすいという、そういう問題があります。もちろん、防腐は、防腐はしますけども、防腐しても、やはり、あの、まあ、メンテナンスは常に必要で、特にこの、まあ、これ、合板とかを使って、この昇板部分を、ま、作ってるんですけど、まあ、やはり、ここは、あの、まあ、腐りやすいだろうという想定ですので、 あの、いずれその、まあ、あ何年かして、だんだん、あの、劣化してきたら、交換できるようにと、そういう想定で、なんですよね。この回転軸に対して、こう、フックで、まあ、なんですよ。まあ、ちょっと、あの、ずらしてはめると、はまる、はめられるような、ま、あこう、なんていうか、こう、J の字というか、足の字みたいな、ちょっとこれでは見えないんですけど、フックになってて、ま、あ取り外しもできるようにしてあるで、回転できるようなもので、これを、えっ、ー、とですね、ま、あマイヤー、まあ、これもま、あ別の、あの、小さいあの、 まあ、あの、ま、いくつかやり方あるんですけど、まあ、あの、フック的なものに、こう、ワイヤーを取り付けて、で、引っ張って持ち上げると。で、そのワイヤーを、まあ、脇とかに、まあ、固定すると。そういうふうな、あの、感じの、あの、構造になっています。で、これがですね、実際どれくらい、その、雪を、まあ、落とす性能があるかというのを調べるために、 ええと、まあ、曝露の試験をしたということですね。秋田の、ま、あちょっと、まあ、県南の方の、ま、あごま町というところの、まあ、あま、あリサイクル会社の敷地にですね、あのー、まあ、まあま、あ長さ六メートルの、まあ、まあ、試験体と、あと二点五メートル、あのー、あれですね、こういうワイヤーの手すり付きのものを、あのー、ちょっと曝露した。で、あと、あれですね、こういう登山道とか、今、その、なんこう、えー、っとですね、やっぱりこう、 手すりとかがあると、ここに雪がつく。これのせいで雪がつくわけですね。なるべく手すりはない方がいいと。で、実際、登山道的なのは、まあそういう,こう自腹っていうかちょっとこう、あるだけで手すりがないタイプも多いんですね。なので、まあ、まあ、こういう手すりない場合と、仮にこういうワイヤーで手すりみたいなのをつけてどうなるかというのをこう、暴露して見てみたということになります。で、 ここの、ま、うご町というところで、まあ、去年、まあ、一冬暴露して、まあ、最大の積雪量が、まあ、ま、ま、96センチ1メートルぐらいだったんですが、その1メートルぐらいの積雪の状態の時に、えっ、ー、とですね、まあ、ここの要は、床板を持ち上げた、まあ、空間になっているところは、ここは雪が落ちてくれているわけね。ここには雪がつかない。 そう、ただまあもちろん桁の上には雪が乗るので、桁の上には60センチぐらいは雪が乗ると。まあ積雪、まあ1メートルぐらいの時には6割、まあた、まあ60センチぐらいの雪は乗るんだという、そういうことになります。あと、そのワイヤーでこの、まあ持ち上げた床板を固定するやり方は、まあ、これもまあな、ない,いくつか方法を考えてば、まあ今はその、なんつか、なるべくワイヤーをこう、 この空間にワイヤーを置かないように、こう、脇で固定する、あの、やり方にしてますけど、まあ、このワイヤーを、この真ん中空間の中をワイヤーを通すやり方で固定したとしても、あまりこの細いワイヤーにはあんまり雪はつかないので、これのせいで雪がくっついてくっていうことはあまりないのかな、というふうに思っています。で、やっぱりその手すりみたいなものがあると、これは、あまあ、それ、 まあ、手すりのところに雪がくっついて、そこから雪が成長し始めるので、やっぱり、まあ、あまり、あの、いいことではないという、そういう感じではありますよね。で、あとその、なんですかね、まあ、まあ、だんだんま、時計、雪が時計、あ、あとあれですね、この写真、ちょっとあの、定点カメラで、あの、撮影してる、レンズのせいでここをこう曲がって、桁が曲がって見えますけど、これはあの、あの、レンズのせいで湾曲しているだけで、あの、 この桁自体は肉眼で、その、この程度の雪で、その、たわみが肉眼で確認できるような、あの、たわみは発生しないということになります。で、まあ、雪が溶けてきて、まあ、一様には溶けないので、どっか一箇所残ったりとか、そういうことが、あの、起きたりします。でですね、あと、あの、こういう雪の、その、外への張り出しですよね。あの、外に張り出して、脇にどんどんこう成長していくと、まあ、それがどんどん雪の重みになるんだけども、 そうですかね。まあ、20センチぐらい最大で張り出したんですかね。この、それ、ただ、あの、外側には張り出すんですが、この内側はあんまり張り出さなかったということですね。それで、まあ、以上のことを、まあ、総合してですね、あの、どれくらい雪が、あの、落とせるかということを、まあ、単純に、まあ、ある程度、まあ、あの、見積もるとですね、その、もし、商売をに蓋をしてた場合に、まあ、まあ 1>, 1メーターぐらい、雪が積もった場合に、積雪量1メーターぐらいで考えたら、まあ、蓋が閉まってた場合に対して、蓋が開いてた場合は、まあ、約、あの、まあ、半分ぐらい、まあ50、50%ぐらい、雪、あの、雪を落とせると。だから、雪荷重の影響は半分ぐらいには、あの、まあ、軽減できるんじゃないかということが分かったということです。ただ、まあ、その雪の、まあ、なんていうんですかね、いろいろ、 構造側の構造側のまああのまあ性能も一応ちょっと要は安全性も確認しなくちゃいけないのであの例えば雪はですねその何でか一様に積もるという とは限りなくてですね、例えば火の当たり方とかで片方だけ溶けるとかですね、風が吹いてきて片方だけ雪飛ばされるとか、まあそういうことが起こり得るので、まあ変な積もり方した場合、あの、桁の片方だけに雪が積もった場合とか、まあそういうのも一応ちょっとチェックしなくちゃいけないということですね。それで、 まあ三次元のその解析モデルを作ってですね。まあそれでちょっといろいろ、あの、まあ構造的な検討を、まあ、いくつか行ったと。まあ雪が一様に、まあ今1.25メートルぐらい積もった場合と、まあ片側だけにあの積もった場合と。まあそれで、あの、ちょっと、まあ、あの、力学的な、あの、まあ、挙動をちょっとチェックしてみたというところですね。それで、あの、まあ、まあ 金物、要は体形孔とか、要は金具とかいくつか使ってるんです、ね、けども、その金物に関しては、その要は金物のその要は金属のあの強度とか幸福点とかそういうところであの問題になるようなところは、まあ、特に認められない。要は想定のその1.25メーターのあの雪とかそういうのが積もったとして、金物があのやられるようなところは特にないんだけども、まああれですね、まあ木材とあの こういう金物の接合部分ですね。まあ、そこに、まあ、ちょっとこうメリコミが発生、木材にメリコミが発生するぐらいの力が、ま、ちょっと発生しているかなと。まあ、特に片側に、桁の片側にその、え、雪が乗っかった場合には、まあ、こういう接合部分ですね。まあ、そこにちょっと、あのー、まあ、やや大きい力が作用しているかなというので、まあ、要はこの3箇所にですね、まあ、桁と桁をつなぐ、あのー、まあ、 体系構というか、まあそういう、あの金物、部材を入れてるんですが、まあそこの、まあ接合部で、まあその、要は、ですか。あ例えば、木材のメリコミの、あの、目安が、まあ6メガパスカルとか、まあそれくらいの目安だと考えたときに、まあその、まあ2、3倍とか、それくらいの応力が、あの、かかっているので、まあメリコミが発生するかなというような、あの、ところがややあると。で、 まあ今回のその、曝露試験の試験体の、まあこの、まあせずのーブのプレートを外してですね、まあメリコミを見ると、まあまあ1ミリとか、まあ2ミリぐらいとかかな。まあちょっとまあ確かにメリコミがあのあると。でまあこれはまあある意味まあ想定している、想定している範囲のメリコミではあるんですが、まあその分がまあややその何ですか、まあ まあ弱点というか、まあそういう、あの、メリコミが発生しうるということは分かったので、まあこれは何て言うんですかね、まあプレートの、まあ面積を広げるとか、あの間に何か挟むとか、まあ改善の方法はあると思うので、まあこれはこれで、あの、まあ改善、あの、まあしようかな。あるいはまあ許容できるメリコミかなと。まあそういう、あの判断ができるところかなと思います。あとですね、あの、まあ何ですか、こういう、 桁がですね、こう、こう、まあ、これ雑屈っていうんですけども、こう、まあ、上からこう力を受けて、こう、普通にこう、間が、普通にたわむような荷重を受けてるときに、こう、ねじれるようなですね、ねじれて変形を起こすような、まあ、横ねじれダクスとか言いますけど、こういう、あの、変形を起こす場合があるんです、ね。で、こういう、そういう危険があるかということをチェックしたんですが、こういう、あの、まあ、横ねじれダクスを起こしそうな、あの、荷重っていうのが、 まあこういう1.25メーター積雪の想定荷重に対して、まあその10倍以上とかの、だからまあ十数メーター積雪とかそういうことが起きないと、こういうあの雑屈は起きないということがまあ分かったので、まあこれはまああまり気にしなくていいでしょうと。あとまあまあ特殊な構造なので、あの、要はまあこういう振動数とかが、まああの、要はなんですか、まあ共振しやすい人が歩いて、 まあ、2ヘルツぐらいで歩いて共振しやすい振動数だったりしないかというところもチェックはしたんですが、まあ、こういう振動モードが、まあ、あの、振動数が、まあ、9ヘルツとか、ああ要は、まあ、普通の端と同じぐらいですね。10ヘルツとかね、まあ、特にそういう、あの、振動の心配とかも、まあ、特にないでしょうということで、あの、まあ、構造的には、あの、まあ、なんか、あまり心配なところはないかなというところです。で、 ええとですね。まあ、ただ、これ今10メーターぐらいの、あの、まあ、では今この構造でいけるかなという、要はその構造的にですね、あの、いけるかなとは思ってるんですが、もし、あの、これ以上長くしていくと、あの、まあ、この桁は今修正材という木材の、あの、なんですか、まあ、積層した木材で、あの、まあ、作れると考えてますけども、あの、まあ、 平坦が、ま、10メーター以上とかになった場合は、ま、次手が必要になってくるということですね。で、次手を入れると、まあ、そこに、ま、また、こう、交部材の金物の構造をそこに使わなくてはいけなくなってですね。で、まあ、さらにはその、なんですか、その断面も大きくしなくちゃいけない。断面を大きくしなくちゃいけないし、場合によっては、あの、交部材で保護まあ補強を保護しなくちゃいけないというふうになっていくと。 と、まあ、その辺の、そうするとまた、なん,てうんですかね、断面が大きくなると雪がくっつきやすくなるとか、まあ、そういう問題は出てくるかなというふうには思っています。でですね、まあ、以上、だから、まあ、大体その、我々が想定している目的では、にかなった構造は、あの、作れているかなというふうには思うんですが、一応その、何ですか、まあ、従来技術の比較としては、その、まあ、もちろん、 雪火事、大きな雪荷重に対して、まあ、いろんなハイブリッドな木材と鉱材組み合わせて、ハイブリッドな構造で、その合成を高めて、あの、対抗するという、まあ、そういう成功法のやり方も、まあ、それは、あの、あり得るんですが、まあ、今回の提案はそういうことではなくて、あの、外力の条件が、その、季節ごとに変わるような、あの、外力の条件だったら、あの、構造の方も、それに応じて、あの、変えたら、まあ、転換したらいいんじゃないかと、まあ、そういうふうな、 発想に基づいた、あの、ま、構造だということですよね。で、えっと、ま、想定される、ま、我々は、ま、あの、ま、もちろん目標の想定で考えてはいるんですけど、ま、もしかするとそういう、なんていうんですかね、ま、雪のために、ま、冬の間閉鎖される、ま、施設っていうのは、ま、目標の他にもあるので、ま、もしかすると目標以外でもそういうものが適用できる、あの、 ものがあるかなという、まあ、特にそういう屋根的な構造ですね。屋根って、まあ、屋根は普通、なんていう雪落としてもいい屋根っていうのはあんまりないかもしれませんけど、もしかすると、まあ、そういう、あの、用途があり得るかなというふうにはちょっと思っています。で、で、これ、あの、まあ、木材の弱点は、やっぱりその、水とか雨,雨とか雪で、その、要は腐りやすいというところが弱点にはなるんですが、あの、 要は、や,や、完全に屋根がかかってるものは、まあ、非常に長持ちしますけど、実、直接雨とか雪が当たる木材は、まあ、あの、やっぱり腐りやすいという問題がる。なので、あの、昇番部分とかはですね、こう、交換しやすいように作る必要があると。 思ってます。まあもちろん橋梁は目標に限らず今、あらゆる橋梁はメンテナンスが前提にはなってますけども、まあメンテナンスしやすく、まあ交換もしやすく作るということが大事なのかなと。で、で、やっぱり、あまあ、あの、なんですか、こういう安全手すりとかや安全な方がいいとなると、まあ、要は安全にしようとすると、まあ雪が張り付きやすくなると、まあそこのトレードオフはあるのかなと。 あと、まあ、要はこう、より10メーター以上とか長く、スパンを長くしようとすると、まあ、それなりの桁にする必要があるので、まあ、そうするとまた、あの、雪がくっつきやすくなるとか、まあ、いろんな問題が出てくるかなというふうには思っています。で、そうですね。まあ、あと、まあ、企業への、まあ、期待ということで、まあ、書かせていただきましたけど、まあ、そういう意味では、その、あれですね、こう、金う部分とか、今これ、あの、まあ、特注で、あの、 まあいろいろ、まあ、作、作ってますけども、まあこの部分が、あの、ある程度こう製品化されてくる製品化というか企画品みたいなものができると、結構つ使いやすくなるのかなというふうには思います。で、桁はで、桁部分はですね、これはやっぱりその、 要は、積雪芯とか、そういう、スパン長とか、そういうものに応じた設計して、どれぐらいの断面であるかって、まあ、それは、あの、ちゃんと調査する必要がありますけど、あのー、部分っていうのは、まあ、たその、なんですか、そのスパンの長さとかに関係なく、1メーターなら1メーターとか、まあ、そういうふうな、あの、企画を決めて、あの、企画品化が、まあ、やりやすいかな、というふうには思っています。で、まあ、もしかすると、なんかその、目標以外の、 あの、ニーズももしかするとあるかな。ちょっと、あ、さらには木材に、木材に限定しなくてもなんかこういうね、あの、雪を落としたいとか、そういうニーズがあったりするかなというのをちょっとあの考えてます。あの、我々はあまり思いついてはいませんけれども。それで、あとまあ、最後にまあ、あの、地材関係の情報ですけども、 あの、まあ、発明者関係ですかね。あと、まあ、問い合わせ先が、あの、こんな風になってます。まあ、以上で私から終わります。ありがとうございました。